どうもこんにちは、マリカチャンネルの本間です。トリタです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで本日はこちらミライスのカスタムの続きやっていきたいと思います。これまでの動画でお伝えした完了したカスタムカッションがアルミとタイヤの交換と宝石のカーフィルムの貼り付け、そして中のシートカバーの取り付けが完了しておりますが、はい、今日は残りどこをカスタムしていきましょうか。本日はですね、はい、ヘッドライトの LED 交換です、はい、と、あと室内と中のルームランプですね、こちらも LED の交換させていただきます。こういう箇所、ナンバートですね、こちらも LED の交換させていただきたいと思います。はい、はい、そうです。ナンバート LED みたいなのがかっこいいということで、このタイミングで一緒にカスタムついたね、使いたいなと思います。そうですね、もともと白ハロゲンにヘッドライトを使えようと思っていたんですけど、全体用の LED の方が、はい、こちらがいいんじゃないかなということで急遽変更いたしました。はい、はい、今回でカスタムの工程は完了になるんですけども、必要な道具、ミライエースに関しては特になくて、あ、そうなんですね。ただ結構硬い部品だったりとか、結構エンジン量ぐらい鋭利なあのところが多いので、初めてやる方とかは手袋をして、あ、はい、作業の方をしていただければと思います。怪我しないように、そうですね、はい、まずはついてる部品を外す感じですね。そうですね、このコネクターがめちゃめちゃ硬いんで、めちゃめちゃ硬いんで、でこちらでバルブの方が取れました。でこれを LED の方に交換したいと思います。はい。はい。ではこれが LED の方に交換させていただきたいと思います。ついた分新しくライトをつけるときに注意することありますか？はい。注意点はあのバルブの先端が何も保護するものがないので。でも傷つけてしまったりとかすると、そこでライトがつかなくなっちゃったりとかするので、それをまず気をつけていただければと思います。仮につけさせていただいて、まずここでヘッドライトがつくかどうかを確認してもらえればと思います。はい、つきました。つきました。左右で違うです。こんな感じです。やっぱ LED かっこいいですね。全然違います。はい、今、仮組が終わりましたので、最後に、このゴムですね、ヘッドライトにはよくついてる、ヘッドライトの裏側ですね、よくついてるんですけど、こちらは、中に水が入らないように、バルブはやっぱ電気製品なので、水に水没してしまって、感電とか、ショートしてしまうんで、それをカバーする、ゴムのカバーになりますので、これを取り付けていきたいと思います。はい。どうでしょう、初心者の人には難しいですか？結構そうですね。やっぱまあ、今はそのネットとかでも取り付け方法とかそのあたりがよく書かれているので、それを見ながらやっていただいてもいいと思うんですけど、途中まで変に作業してしまうと結局無駄にお金がかかったりしてしまうので、できればもう車屋さんにお任せするのが一番いいかなと思います。初心者の私が見てもなんか配線が多くてちょっと怖いから、お願いした方がいいのかな。そうですね、お願いしてもらった方がいいと思います。はい、次は名前の通りこのスモール、本当にちっちゃいですね、はいはい、ここの今ちょっと回して外しちゃうんですけど、はい、ここですね。なるほど、下の部分、はい、ここを交換していきたいと思います。はい、これも LED になるんですか？こちらは LED になります。お、なるほど、楽しみです。今これ外しちゃったんですけど、これこの電球をつまんで外すので、結構グッてつまんじゃうと割れちゃったりするので、それだけちょっと気をつけていただいて。そうですね、はい、スモールは本当に外してつけるだけなので、すごい簡単なんですよ。はい。あ、本当に早い。こちらで今一つ交換が終わりました。ありがとうございます。じゃあ反対側もやっていきましょう。はい。
南波島の交換もお願いします。はい、はい、南波島は比較的すごい簡単なんですけど。そうなんですね。一人つまみがこれ引っ張ると、もうこの絵が本体で出てきますので。あ、その状態になってるんですね。はい、でこちらのカバーが外れましたら、この中のこのレンズもですね、簡単に外れますので、外していただいて、そうするとここの中にバルブが入ってますので、これを抜いてもらうとこちらです。こちらは LED の方に交換していきたいと思います。はい、はめ込むだけなんですね。もうはめ込むだけです。結局どの車もナンバーとは比較的簡単に交換できるにはなってます。なるほど、どんな感じになるか楽しみですね。はい、じゃあここでつけてもらって、この状態のままちょっとライトの方をつけてみて、ちょっと LED がつくかどうか。はい、チェックしてます。そうですね、やっぱりハロゲンと変わってこっちにするとすぐ明るく、このままあの着きましたら下のところをパコッと上げてもらうだけなんです。ナンバーを着いたままでも大丈夫。はい、そうですね、でこんな感じです。あ、いいですね。はい、じゃあ残るはグーグランプということで、はい、やっていきましょう。はい、ということで残りルームランプもお願いします。はい、もうルームランプはすぐ終わっちゃうんですけど。お、すぐ終わっちゃう。まあ、多分本当はちょっと工具があの使える方は使った方がいいんですけど。はい。もう基本的に。あ、手で取れちゃうんだ。こんな感じで。あ、手で取れちゃうので、ね、この注意点が電球がすごい熱い時があるので。あ、なるほど。交換する際はそこを気をつけていただければと思います。そうですね。一応こんな感じでこちらを LED の方に交換したいと思います。はい。じゃあこちらですね。こちらの LED になるんですけど、こちら今からつけていきたいと思います。 LED は本当はめるだけって感じ。もうはめるだけです。で今こちらはめたんで、ちょっとライトをつけてみたいと思います。はい、こんな感じですね。お、いいですね。多分室内はすごい明るいと思う。うん、明るいです。で最後にこちらのカバーをつけて、はい、になります。はい、こんな感じで。おお、簡単ですね。ルームランプは初心者でも。そうですね。ルームランプはもう皆さん個人で結構 DIY で交換してる方も多いと思うんですけど。うん、はい、ということで、はい、カスタムの工程全部終わりました。ちょっと長くなっちゃった。ということで今回カスタムした箇所をちょっとねライトを見ていきます。お、来ました。やっぱりヘッドライト全然印象が違いますね。そうですね。めちゃくちゃ明るくてかっこよくないですか。すごい明るくなりました。ユネスの顔つきもなんか前よりかっこよく見えるような。ボディもカールホワイトなので、うん、やっぱそこに白を合わせるとちょっと統一感もあっていいのかなと思います。ちょっとね、暗くなる時間を狙って作業したけどぴったりでしたね。そうですね。次に後ろのナンバー灯も出ていきたいと思います。はい、あ、つきましたね。おお、どうですか。でもちょっとこのうちの方のナンバーの方が白っていうのも、うん、こちらは黄色よりも全然いいのかな。そうですね、こちらも印象が強くなりましたね。じゃあ最後のルームランプもつけていきたいと思います。はい、おお、明るいですね。やっぱり、うん、めちゃくちゃ明るいですね。はい、確かに助手席、運転席はもう座面の一番下ぐらいまでは出されてる感じですね。で今回はシートカバーもつけて中を黒に基調としたので、うん、やっぱこれに白を合わせるとちょっとモノクロな感じいいのかな。確かに室内もめちゃくちゃかっこよくなりました。はい、はい、ということで今回未来室カスタム、はい、最後のお手までありがとうございました。ゆりかチャンネルではこのような未来室のカスタム動画他にもございますので、カスタムの発生編も動画撮っていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録してください。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではまた。バリカチャンネルではインスタグラムでも車のお役立ち情報を発信しております。インスタグラムだけのお得な来店特典もありますので、ぜひフォローしてください。次の動画も見てね。